はい、こんにちは。別残りの TS で登場が期待される超目玉選手紹介投手編やっていきたいと思います。まずは菅野選手。菅野選手のキャリアハイがおそらく2018年だと思いますので、まあ、その成績が反映された2019年と同じ能力で登場するんじゃないかなと思っております。でこの時の菅野選手はですね、ステータスも今より高いんですが、球種も今よりリアタイ向き、で、さらに抑えで起用することもでき、で、さらに超タイピンチ20丸を持っているということで、まあ、この菅野さんが登場した際はですね、まあ、リーグリアタイ勢ともにですね、まあ、獲得必須級になるのかなと思っております。で続いて2選手目が石川歩夢選手紹介させていただきます。石川選手のキャリアハイがおそらく2016年になると思いますので、まあ、その成績が反映されたこの能力で登場するのかなと思っております。でこの時の石川選手はステータスはそこまで変わりないんですが、2種シンカーに加えて上ツーシーム D を持っていて、さらに超タイピンチ20丸を持っているということで、まあ、登場した際はですね、リアタイ勢は獲得必須級になるかなと思っております。